アイロードはトヨタ自動車が開発したトライク型の乗用車である。PM、i ユニット、アイスイング、アイリアルといった今までにトヨタが開発してきたパーソナルモビリティのコンセプトをさらに発展させたパーソナルモビリティ。コンセプトモデルと実証用車両の2種類のモデルが存在する。前者はモーターショー向けのコンセプトモデルとしての性格が強く、特に10類の形状が 実証用車両と異なる。2013年のジュネーブモーターショーにて公開された。また、軽量化のために、同社のフロントガラスには、世界で最も薄い自動車用ガラスが用いられている。トヨタは、新たなカテゴリーの電気自動車として、本車両の実用化に向けて、研究、開発に取り組んでおり、後者は、その実証実験に使用される車両である。2013年の、 第43回東京モーターショーにて公開された。利便性や視認性が改善され、リア周りをより警戒感のあるデザインに改良されている。ボディカラーは青、黄、ピンク、緑、白の全後色が設定されている。モーター駆動の電気自動車で、全2輪、後1輪のトライク型ミワ自動車である点が特徴である。旋回時には、 インホイールモーター内蔵の前輪を上下にスライドさせて車体を傾け後輪を操打する。そのため運転感覚は独特でハンドルを左に切るとボディー部が右側に切れる。これはアクティブリーン機構と呼ばれるもので旋回 G に合わせて車体の傾きを自動的に制御するシステムである。これによって使い勝手と新しい乗り味による楽しさを両立している。 国産車でありながら、ウインカーレバーは左に位置し、電気自動車ゆえに、トランスミッションは存在しない。前進、後退は、メーター左側のボタンでセレクトする。屋根よびドアを装備しており、ヘルメット不要で2名乗車が可能となっている。2013年度グッドデザイン賞金賞を受賞している。トヨタは本車両を新たなカテゴリーの電気自動車として、実用化に向けて、 研究、開発に取り組んでおり、これまでに様々な実証実験が行われている。海外では2013年3月5日、フランスグルノーブル市、フランス電力公社、トヨタ自動車などが都市内の近距離移動に適した超小型 EV のカーシェアリングの実証実験を行うと発表。2014年10月1日から3年間行われた。これは、 公共交通を補完し個人向けの新たな移動手段を提供するプロジェクトで将来のカーシェアリングの普及を見据えユーザーの認知向上と理解獲得を目標としている。トヨタは最終目的地と公共交通の最寄り駅との間の数キロ程度の移動ニーズに対応する超小型 EV を提供した。トヨタが開発した情報管理システムをもとに他社と連携し管理、運営する。 これはトヨタにとって公共交通と連携した超小型 EV によるカーシェアリングの有用性と事業性を検証する実証実験の一つであるほか同志のエコシテ開発の一環として実施された。日本国内では複数回様々なプロジェクトが実施されている。2013年9月26日、トヨタの推進する都市交通システム h a も の拡充で、アイロードが投入されることが発表された。車などのパーソナルな乗り物と公共交通の最適な組み合わせによって、環境に優しい移動の実現を目指すものとされている。経済産業省が行う次世代エネルギー社会システム実証事業として、採択を受け、豊田市低炭素社会システム実証プロジェクトの一環として、2012年10月より、 豊田市で実証運用が開始されていた。i イロードについては国内では数と乗りとして開発を進め2014年をはじめより投入される。2014年3月20日、首都圏でモニター調査が実施されることが発表された。i イロードを普段の生活の中で使用した際の使用感や満足度をはじめ都市部利用での使いやすさ。 目的地選択に与える影響や行動変化など新しいモビリティとしての利用価値を検証することが目的である。i-road に興味、関心を持つ人や新規性が高い商品に幅広い見識を持つ有識者など計20名程度を対象に車両10台を用いて実施された。2015年2月25日からは パーク24とトヨタがパーソナルモビリティシェアリングサービスの実証実験を行っており、数回のサービス拡大、延長を重ねて2018年3月まで実施された。これはパーク24が展開するタイムズカープラスのサービスとトヨタが豊田市で実証運用するハーも、で活用しているシステムを組み合わせたシェアリングサービスの実証実験で 商業施設や観光スポット等への移動を中心と、する利用の状況や利用者の声をもとに、サービスの有用性を検証することが目的。タイムズ化プラスの条件を満たした会員が対象で、パーク24が管理するときまがし駐車場、タイムズから選定された30カ所程度の貸し出し、返却ステーション間を行き来できる。ワンウェイ型と呼ばれるいずれのステーションからの貸し出し及び、 いずれのステーションへの返却を可能とするシステムで運用される。同年5月7日には実用化に向け企業、生活者と共同で取り組む新たな施策、オープンロードプロジェクトを実施すると発表。駐車充電時の利便性の向上やパーツのカスタマイズ等の思行に i ロードを10台使用し、総勢100名にそれぞれ1ヶ月程度貸し出し評価をもらうことで、 パーソナルモビリティの仕組みを充実させていくことが目的。特徴であるバイクに近いコンパクトなボディサイズを生かして、狭小スペースや空きスペースの発掘、電源供給コンセント口の発掘を行い、アイロード専用の充電、駐車スポットとして運用する。また、パーツのカスタマイズでは、3D プリンターを活用して利用者が、ボディパーツの一部を交換可能となっている。 トヨタはこの施策を通じて、新ジャンルの都市型モビリティの特徴を最大限活かせる様々な商品、サービスを開発し、新たなモビリティ社会の実現に向けて取り組んでいくとしている。11月20日には同プロジェクトに使用される車両として、二人乗りアイロードが導入された。これは一人乗りアイロードに、リフレクター、車服等々の見直しや、 車両接近通報装置の装備などを加えることで、二人乗りでの利用を可能にしたもの。子育て世帯など、二人乗り利用が想定される人に約1ヶ月間、貸し出し、日常生活の様々なシーンで利用することで、モビリティとしての利用価値を検証する。ありがとうございます。